俺の名前は三笘当たる。高校2年生だ。今日も放課後、いつものメンバーと遊んでいたんだけど。なんだこの紙袋。中身見てみようよ。大金かも。怪しいからやめとけって。一見何の変哲もない紙袋だ。だけど俺たちは無性に中身が見たくなったんだ。本当はこんなもの開けなきゃよかったんだけど。いいじゃん、開けろ開けろ。マジ生物兵器とかじゃないの？大丈夫？結局ハヤトが袋を開けることになった。次の瞬間、いやー、目が目が目がくらむほどの閃光がハヤトを直撃した。なんだよこれ。耳が。そばにいた俺たちも一時的に耳が聞こえなくなった。だけどハヤトは見えない。どうしたんだよ。大丈夫かよ。見えない、何も見えないんだ。俺たちはすぐに救急車を呼んだ。しかしなんでこんなものが。強い光を直視したことで網膜が損傷した状態です。そんな、ハヤトが失明。俺失明したのか。なんで俺だけ。俺たちは突然の出来事に呆然となっていた。どうしてあんなものがゴミ置き場に。翌日、結局ハヤトはしばらく学校を休むことになった。あの袋、もしかしたら私が開けてたかもしれないんだよね。でも本当に何だったんだよあれ。ハヤトは運が悪かったんだよ。不運な事故だった。俺たちはそんな風に考えていたのだが、放課後。ねえ、この後どっか寄ってく？ハヤトの病室でも行こうか。そう声をかけた時だった。ハヤトを襲ったまばゆい光がなぜかアリサの下駄箱から放たれた。また目が、目が。アリサ、これはなんだ。アリサの下駄箱の中にはよくわからない円筒状の物体が設置されていた。おい、救急車、早く救急車呼べって。痛いよ。アリサ、誰がこんなことを。それは明らかに何者かによって設置されたものだった。アリサを狙って。そして翌日、命に別状はなかったようだが、アリサも学校を休んだ。みんな昨日の話をしてる。昨日の件は学校でも話題になり、警察まで動いているようだった。偶然じゃないよな。これ誰かに狙われてるんだよ、俺たちが。やめろよマサル。もしかしてあのことがバレたんじゃ。俺はとっさにマサルの口を押さえた。おい、誰かに聞かれるかもしれないだろう。ごめん、あのこと。どうしたらいいの。このことは4人だけの秘密にしよう。4人だけの秘密、誰にも知られるわけにはいかなかった。昨日のアリサさんの件については現在警察を交えて調査中です。くれぐれも一人で帰らないように細心の注意を払って行動してください。夕方以降も不用意には出歩かないように。それから引き続きたかしくんの情報も求めています。どんな小さなことでも。そう、ちょうど1ヶ月前俺たちの友人であるたかしが消えた。俺たちはたかしとすごく仲が良かったんだ。放課後、俺たちは暗い気持ちのままキロについていた。ついこの前まではアリサもハヤトも一緒だったのに、あっという間に俺とマサルだけになってしまった。しかも謎の光によって、そんな俺たちの前にタカシの弟のトモキが現れた。お前、トモキじゃないか。もう外に出られるようになったのか。トモキは引きこもりの軍事オタクで、もうずっと家から出ていなかった。タカシから話に聞くことはあったが、姿を見るのは久しぶりだった。トモキ、どうしたんだよ。うるさい、僕はあなたたちを許さない。それだけ言うと、トモキは俺たちの前から去っていった。なんだよ今の、許さないって。あの日、タカシがいなくなった日、俺たちは5人で廃墟ビルで遊んでいたんだ。途中で雨が降り出したけど、それでも俺たちは帰らなかった。しなければいけないことがあったからだ。大丈夫、俺たちは関係ない。いいか、誰にもこのことは言ってはいけないぞ。次の日の授業中、みんなちょっと待っててくれ。教室に警察がやってきたようだ。警察はしばらく先生と話しているようだったが、渡るとマサル、ちょっと来てくれるか。はい。俺たちは警察に呼び出されることになった。いや、授業中にすまない、ちょっと聞きたいことがあってね。聞きたいことって例の光の件ですか。そう聞くと警察は首を振った。行方不明のたかしくんのことさ。たかしくんがいなくなったあの日、君たちは一緒にいたそうだね。なぜ今になって。気を悪くしてしまっていたらすまない、未だに何の情報も出なくてね。そうなんですか。君たちは随分仲が良かったと聞いていたんだが。あの日のことはよく覚えています。俺たちは一緒にいました。だけどたかしはあの日気がついたら消えていたんです。たかしがどこに行ったのか俺たちにもわからないんです。ああそうか。そう、わかった。協力に感謝する。これは俺たちだけの秘密。たかし、
俺はどうすればいい？翌日、あれ？マサルが来ていない？先生、マサルは休みですか？ああ、体調を崩したらしくてな。そんな、あいつまで。マサルも学校に来なくなり、俺はついに一人になってしまった。しかし、秘密を明かすことができない俺は警察に相談することもできなかった。俺も時間の問題か。この帰り道を一人で歩くなんて初めてかもな。いつも誰かが隣にいて一緒に帰っていた道だ。仲間たちのことを思いながら俺は一人家に向かっていた。ただいま。だけどそこには、トモキ、なんでここに？お帰りなさい、ワタルさん、待ってたよ。タカシの弟トモキが俺の家にいた。勝手に侵入したようだ。みんなを病院送りにしたの。やっぱりお前が犯人なんだな。はい、ワタルさんで最後です。どうしてこんなことを？あなたが、あなたたちが僕の兄ちゃんをどこかにやってしまったから。トモキはタカシが行方不明になった謎を独自に調査していたらしい。そして俺たちがタカシに何かをしたと思っているようだった。あの強い光を発生させる装置はチタングレネードです。陸軍で使われる制圧用の先行発音筒を僕がいじったんです。トモキ、タカシは、俺がそう言った次の瞬間、兄ちゃんの名前をお前が口に出すな。トモキは激高し、ポケットから何かを出そうとした。うわ、そして次の瞬間、待つんだ、君は勘違いをしている。え、男の人がトモキの腕を止めた。どけ、誰だお前は？俺は便利屋のアントンというものだ。アリサちゃんにワタル君を守ってくれと頼まれたんだ。アリサが？さらにトモキ、え、兄ちゃん、どうして？失踪していたはずのタカシが現れたのだ。ごめんなトモキ、黙っていなくなったりして。どうして？そして混乱するトモキに向かってタカシはスマホを差し出した。見ろトモキ、世界はこんなに広い。なんだよこれ。俺はみんなに手伝ってもらっていろいろな風景の動画を撮っていた。もっともっと外のいろんな世界をトモキに見せたかったんだ。どうして？そうしたらトモキが外に出てきてくれるって信じていたからさ。そしてどうしても撮りたい景色があってさ、昔家族みんなで見たあの山頂からの景色なんだけど、遠いから親とかにバレたら止められるだろう。だから俺が旅に出ていることは黙っていてくれってワタルたちにお願いしたんだよ。そう、だから俺たちは嘘をつくことに決めた。これは俺たちだけの秘密だ。それはタカシを守るための秘密だった。そんな。ごめんなトモキ。僕はてっきりワタルさんたちがお兄ちゃんを、兄ちゃん、俺のために。数日後、今日はどっか寄ってく？ゴミ置き場のないところがいいな。トモキが作った装置の影響は一時的なものだったらしく、アリサもハヤトもすぐに退院してきた。ちなみにマサルはたまたま風邪をひいただけらしい。ちょっと待ってくれよ。僕も一緒に遊んでいい？その後タカシは親と警察にめちゃくちゃ怒られたそうだ。だけど怒られてる最中もタカシはずっと嬉しそうにしてた。理由はどうあれ、トモキが外に出ることができたのが心底嬉しかったのだ。そして俺たちはやっといつものメンバーでこの道を帰ることができたのだった。